ウエスト・シゲオカ&スノーマン・岩本の景品カードが事務所問題でデザイン変更、景品表示法違反の指摘に久光製薬が示した反論。東山紀之、57、が新たに設立されるエージェント会社の社長就任を断念したと報じられるなど、余波が広がっている旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップ、社。所属タレントも、ジャニーズ、と冠したグループ名を変更するなど対応に追われる中、SNS では、ある出来事、が波紋を呼んでいる。今年4月にウエストの重岡大毅、31、とスノーマンの岩本照、30、が、肉体派コンビ、として、久光製薬株式会社が販売する経皮鎮痛消炎テープ剤、フェータス、シリーズのイメージキャラクターに起用された。同商品をめぐっては、対象商品を購入して応募すると抽選で景品が当たる、ジクロの力、で応援。フェータス W キャンペーンを実施。キャンペーンのプレミアムコースでは、重岡と岩本が写ったプリペイドカード、クオカードが景品として告知されていた。